要はせっかく神奈川県の人たちが僕のことを憐れんで地元からこっちへ引っ越し許してくれたんだっていうことを忘れがちなんで、ちゃんとお前ギター弾きたいだけだったろ、ギター弾きたくてしょうがなかったろっていうことを忘れないためにギターの練習動画でも撮っておこうなって。お前ギター弾けなくされてたじゃんっていうね、いろんなお薬飲んじゃってさっていう、だから本当はギター弾きたかっただけだったんだろうとかいう、ちゃんとしっかり母性本能をくすぐるとかそういう意味じゃなくて、若い頃は特に可愛いとか言われるとものすごいなんかもう難しくて反発心を持って、そんなことねえよとか言って言うタイプだけど、最近かわいそうって言われると結構まだ幼稚な自分が残ってるんだろうな。でもせっかく憐れんでくれたそのご好意にあんまりこう悪い感情を持っちゃいけないとは思うんで、ギターの練習してないじゃんって言われるとやっぱりそうだなと思って、でまあギターの練習風景を一応俺練習していいフレーズ考えたなと思っても、ひと寝入りして目が覚めたらすっかり忘れちゃうんで指板の動きをちょっと後で見ながら、ああ俺ナイスアイデアと思ったフレーズこれだったかなとかいうのを思い出すために、といっても1弦切れてるから2弦までの弦、5弦5つの弦しか使ってないんだけど、うーとか言って5弦ね、まあね俺武田鉄矢さんのラジオ聞くの好きだからさ、もう好きなのって本当にとか思うんだけど、まあ俺はまあ舞踊場だからさ、侍養生ってことで、うーって感じで、もうごめんなさいっていうな、死ぬなんて言うなよとか、このバクチンかとか言ったらバクチンで、ワクチン、まあいや、このバチカンかとか言ったら、まあそれはいいとして、これ俺と同じ山本さんっていうところの柿の葉茶なんだけど、たまたま近所のドラッグストアで手に入りやすいのはこれだったんだけど、全然親戚関係でも何でもないし、株式買おうにもこの山本漢方製薬株式会社って上場してないから、僕株式も保有してないので、インサイダー取引でも何でもないので、もしかしたら人によっては合うか合わないかっていうのを考えて、これね柿の葉だけじゃないんだね、よくこう成分原材料見たら柿の葉とウーロン茶と甘草っていう、まあ漢方で使う甘い草っていう甘草っていうのがあるんだけど、それに関してね甘草なんだけど、実はある人から聞いたことあるんだよね、私甘草っていう 甘い草っていうね、その漢方はなんかちょっとアレルギーかなんか体に合わないから実は飲めないんだよねとかいう、体質によってね、人によっては全然大丈夫だったりもするんだけど、それについてふっとちょっと結構うつろな記憶ではっきりしたことは言えないけど、甘い草と書く漢方の甘草っていうのはどうやら体質の各個人の体質に全然平気な人もいるんだろうけど、MAO 阻害剤になりうる体質の人もいるんじゃないかっていうね。MAO 阻害剤っていうと、あんた私の名前マオだからって私のアンチコメント言ってんのって、そういう言霊詐欺師みたいなことはしませんので、僕ダジャレで詐欺師みたいなことしないんで、マオさんで美しい方もいれば苦手な方もいるだろうけど、まあ、MAO 阻害剤っていう、まあ腎臓か肝臓じゃない、腎臓にちょっと阻害 MAO 阻害剤というか MAO を阻害するっていうか、腎機能にちょっと問題が起きる体質の人もいるっていうのがいう話はなんとなく記憶で、これもし間違いだったら申し訳ないんですけど、俺も腎臓あんまり強くない方なんですけど、まあ適量だけ飲んで、適量というか1日まあだからこのお茶パックをティーパックを1パックだけ
とりあえず1日か2日飲んでみて、もし問題なかったら続けて、全然問題なかったら毎日、まあバカほど飲むもんじゃないから、まあ1日1パックでいいんじゃないのとかいう感じですけどね。まあそんなに飲めるやついないから、あんまり、俺はたくさんガバガバ水分取っちゃう方だけど、腎臓弱いからね。だけど弱いからって、あの、俺も MAO 阻害に値するかどうかもまだ分かってないんで、まあ慎重にっていうか、人によってはね、全然あの、その肝臓っていう甘い草っていう漢字を書くんだけど、その漢方っていうのは腎機能にちょっと問題を起こす体質の人もいるっていう、記憶がはっきりしたことは言えない。人によってはね、あの、体質によってだから全然平気な人もいらっしゃるんで、まあそれの心配があるんだったら、この肝臓が入ってない方の会社の柿の葉じゃっていうか、柿が、それもしかしたらいいかも、いいこと結構ありそうなんで、まあそういう基準で、あの、もし興味があればっていうことで、笑うセールスマン笑うセールス全然儲かってないっていうね、全然株式保有してないんで、インサイダー取引でも何でもないっていう、髪型決まらないからちょっとスケボーヘルメットをかぶっちゃう、グリーンベレーみたいな感じでちょっと目が悪いんで、度が入ってるメガネをかけちゃうって、かなり匿名性が強い顔立ちになっちゃったんだけど、指板をちょっと記録するためにごめんね、前置き長くて前振りができないとダメなんだろうなっていうのは、昔西荻窪か荻窪のジャズライブハウスっていうか、もうピットインとかに出るようなミュージシャンが、まあ今和の清志郎さんのバックでベース弾いたりギター弾いたりする人たちが出演するような、西荻だったかな荻窪だったかな、まあそういう、あの、ジャム箱っていうか、ピットインっていうのはもう基本的に ギグ箱なんだけど、ジャズの世界でギグっていうのはちゃんとこうスーツにネクタイっていうこう格好ビシッと決めて、で、まあ、ジャズミュージシャンの間でギグっていうのはちゃんとこう興行っていうかなんていうの、ちゃんとしたビジネスらしいんだな。まあパンクのやつらもライブのことをギグって言うけど、まあパンクスもまあビジネスやってるっていう意味なんだろうね。だけど、まあジャム箱、ジャムセッションっていうのは、まあジャムバンドとか最近言うけど、まあ基本的に、まあ気の置けない仲間が集まってセッションでいろんな実験を、まあ適当にもあんまり決め事決めないでいろいろアドリブやっちゃうっていうのをジャムって言うんだけど、まあ西荻だったかな多分な、あのジャムピットインの一部のミュージシャンがジャムする箱があって、よくあの見学にさせて行かせてもらったんで、あのそこ の大先輩というか先生ぐらいのミュージシャンたちが演奏前に結構前振りしてくれるんだな。で、客の中の特に俺、あのターゲットされてたそうなんだけど、ちょっと変なさ、あの町の洋品店でおばちゃんが着るような花柄のなんか着ちゃって、これなんかウルトラマンみたいでサイケデリックな、こうヒッピーっぽいかなと思って、なんかおばちゃん用のなんかあれ買って着てたんだね。花柄だったかな、なんかウルトラマンっぽいの着てたら、最近ウルトラマンがなんか若いパンクスの間で流行ってるらしいからよとか言って、俺のこと知ってんのかなみたいな、そういう前振りができないと、あのミュージシャンは成り立たない時期があったらしいんで、多少は練習しとこうか、長すぎるよね俺前振りだけじゃんっていうな。まあだから前振りが専門になった人は、まあ昔の、まあだからクレイジーキャッツでも、まあその前振りの歴史の前振りよくわかんないクレイジーキャッツっていう、まあ植木仁さんとか花はじめさんとかたくさんいるけど、クレイジーキャッツっていうあの人たちも、まあ一応ジャズマンだから、谷圭さんとかね、まあたくさん目も犬飼さんとかたくさんいらっしゃるけど、まああのコメディアンって思われてるけどジャズマンだったんで、それがまあ前振りがとっても上手だったから、まあコメディ専門で頑張った、まあミュージシャンとしての活動も頑張ったし、あの多分ね、俺の推測する感じではね、だからその弟子のドリフターズにしても、あのまあ、前振り専門でもう完璧にあの人たちミュージシャンだって知らなかった、ビートルズの前座やったんだってっていう話でね、まあ前振りできないとダメなミュージシャンの時代があったんで、かっこつけて黙ってた若気の至りを
ちょっと反省しすぎだっていう、前振りの勉強ば練習ばっかしてんじゃんっていうことで、それじゃあちょっとちょっとだいぶあの何遍も繰り返したりとかして、このフレーズ合ってるかなと思って弾いてもビデオに撮って芝見ないと目が覚めたら、ひと寝り昼寝して目が覚めたらすっかりどんなフレーズ弾いたんだろうとかがっくりして、いつもの月並みなフレーズを弾くんで、ある程度引き出しをビデオに撮っとくの便利かなと思って、スマートフォンの時代になってよかったなとか思って、難しいスケール弾けないんで、まあいつものごとくルート音は A でやってアドリブ取ってるだけなんで、アドリブっていうか適当にフレーズの記録をして、また後でしっかり引き出しとしてあの指の動き見ちゃおうかなみたいな。
近づけて、こっちのノートに近づけるんだけど、全く一緒にしないで、ちょっとこう振動させて、2つの音をこうチョーキングと一緒に鳴らして、あの近いあの周波数のノートに近づけて、チョーキングでね、ベンディングで、こういうフレーズ、あのハードロックとか70年代ロックでよく使われるようになったんだけど、俺はあんまりハードロック少年でもなかったんだけど、レッド・ツェッペリンぐらいしか聴いてなかったっていうね、あんまり持ってなかった。あと、あの鈴木博光さんとか星勝さんのいてモップスとか、そんくらい、そんなにハードロック少年でもヘビーメタル少年でもないけど、友達に好きな上手な人がたくさんいたんで、僕はあんまりあのこうチキンピッキングっていうか、あのピッキング苦手で、指と同時にこう早弾きするのとっても下手な人なんで、今だにね、だから一回弾いたら、ハンマリングオンって言って、こういうのが、こういうフレーズ、こういうフレーズがあるやつ、一回ハンマーでこう一回弾いただけなんだけど、こういうあのハンマリングオンとハンマリングオフか、プリングオフっていうのかな、ハンマリングオン、これをやったアームが使えたと思って、これジミー・ヘンドリックスさんの時代から、ジミー・ヘンドリックスのジェームスって、まあ、ジェームス・ディーンのペニスの持ち主とか言って、あのすごく印象的な歌詞を作るあの先輩がマネージャーだった、オフマスク00っていうバンド、俺2回ぐらいあのライブ見させていただきました、昔ね、若かりし頃 あのオフマスクで、大阪のバンドだったかどこのバンドだったか分かんないけど、先輩は当時大阪でマネージャーをやってたんじゃないかとか言ってたんだけど、まああの最初のデビュー頃のは聞いて、ライブは見てないから、89年か90年あたりまで、最後に見た時はかなり、なんていうの、油だことか、あのキャプテンビッグハートノリのあのライブを体験したかなみたいな記憶がありますけど、まああの過去に先輩がマネージャーをやってたっていうね、今映画の美術監督になってるけどね、タランティーノってタラコーカーね、もうかなりタラの悪口ばっか言いまくってるけど、結構お世話になってるんでだいぶ焼肉、他人の金で肉を食ってみたいとか言ってイチロー選手が T シャツに書いてるけど、とりあえず会費は3000円で1回分は焼肉食う、よく食べに連れて行くまで3000円払えば焼肉食わしてやるよとか言うから、いいんすかとか言って、3000円で食い放題なんですか、食い放題じゃないけど、まあとりあえずしょうがねえよとか言って、まあお世話になってて、めちゃくちゃ言っちゃったなって、申し訳ない、タランティーノってタランティーノじゃねえよっていうの、タランティーノより昔からタラオなんて言われてたけど、アームに慣れてないんで結構楽しくてしょうがないっていうの、面白いなと思って、あんまりやるとチューニング狂うからやっちゃダメ、あと
1回の1曲やったら毎回チューニング直さなきゃいけないんだけど、結構こればっかりやるとチューニング狂いやすいんで、まあ基本的に頑丈な方のあのペグになってはいるんだけど、あのまあアームばっかり対応すると、まあアームには結構強いあのタイプのギターではあるけどね。でも久々にこのストラトモデルというかストラトタイプのギターを持って、あの懐かしいなと思って、テレキャスの時代が多かったし、まあ俺がまあまあいいや、まあね。どうやってこうアームを上手にコントロールしてんだろうなっていうのを研究してんだけど、まあ基本的にこういうここのアームね、トレモラアームっていうんだけど、これを下げる人が多いんだけど、多少半音ぐらいちょっとこう気持ち上げちゃう人もいるけど、調節があんまり上がらないようになってるから、半音も上がんないから4分の1ぐらい上がるのかな、これが半音だからね、4分の1音アップするぐらいアームになってるから、どっちかというと下げた方がいいのかな、上げるんだったらジョギングしろみたいな感じに調節してあるんじゃないかな。船酔いしそうみたいな音出すなよとか言われるんだけど、だいぶ乗り物酔いには強いんで、三半規管強いから、俺は全然平気だけど、あのアルコール類で結構酩酊状態にある人はあと満腹状態で、あんま気分の悪い人は聞かないでねっていう。どうやってんだろうな、最後の頃あの亡くなる直前というか死ぬ直前のジェフ・ベックとか、あ特に指弾きでストラト弾いて、アームの使い方めちゃくちゃだった、めちゃくちゃっていうか、もう俺には理解でき、あの映像で見ても何やってんのこの人みたいな、チョーキングしながら戻して避けたりとか、まあなんかよくわかんないことやってた、結構ああこのストラトタイプのギターってアーム面白いんだと思って、早くこうアーム、あのそんなに高くないギターでもいいから欲しかったな、欲しいなと思って、ついついあの積み立てを崩してしまいましたっていう。なのにあんまり弾いてないじゃんみたいな叱られるんで、せっかくあの哀れみの気持ちを持って僕に接してくれて、ギター弾きたかったんじゃないかっていうあのお気持ちを不意にしては悪いんで、ちょっとこういろいろ研究しなきゃダメなのかな、弾きたかったんだよなとか思って、本当ありがたくついつい忘れがちなんですけど、ちょっと病気が悪い育ちなんで本当に申し訳ありません。どうやってんの、もっとあの音楽的にメロディっぽくあのこういうアーミングをできる人もいるし、効果音的に使うのにいいんだっていう人もいるし、まあいろんな使い方、各個人あの技があるんだろうなと思って、あんまり慣れてないんでちょっと勉強してます。若い頃あんまり使ってなかったから、これはもうもっとこれで遊べばよかったなと思って、せっかくアームの使えるフェンダージャパンの88か9あたりの持ってたのにっていう。88年か9年のフェンダージャパンって当時は、まあ、初心者用にどれがいいですかねって5万円前後で買ったと思うんだ。だけどあの今にしてみればそれジャパピンになるんじゃないっていう説も聞いたから、他の人の YouTube 動画でね、88、9年のあのフェンダージャパンのストラトってジャパピンぐらいになるんじゃないの、ジャパニーズヴィンテージというかね、まあ、日本製のフェンダー車っていうか、うん、そうなのかな、意外と作りしっかりしてんだよなあの頃ね、あの本当の USA のヴィンテージを当時から持ってた人に言わせりゃ、それはやっぱり初心者用のおもちゃだなみたいな言われ方をしたんだけど、あれ大切に取ってりゃよかったな。だから俺もあんまりあの評判が悪いギターを安く買ったとしても、あのしばらくというか、
まあこれ売らないかなっていうあれはいいかもしれないね。あのフランス好きとか言うけど、ギターに関してはフランス人ですって振らないっていう、ね、振りかけは結構使うね。英語にするとシーズニングになっちゃうから、まあ振りかけオタクだから、振りかけあんまり子供の頃の食えなかったんで女の子振るとか振らないとかじゃなくて、まあそういうダジャレの言霊、あの便乗詐欺師やめてくれとか言っていう話で、俺昔ね田舎町の駅前で、あのフランス人らしき人と話したんだ。でどっから来たの、なんか外国からの観光客だなと思って、フランスだよとか言って英語で話したんだけど、で俺が知ってるブリジット・フォンテーニュは、あの俺結構好きでたまによく聞くんだよねっていう、アラブっぽいなんかあの打楽器とかメロディー使う、あのブラックコーヒーが好きな人、あんまりカフェオレにしない人で、知ってるブリジット・フォンテーヌって有名だよねって言ったら、あの通じなかったんだよ俺の日本語の発音で、ブリジット・フォンテーヌって言ってもフランス人にそれそんな人いるのとか言って、どうしようかなと思ってこう筆談になったら全然違う発音だったな。俺今再現できないんだけど、フランス語の発音難しい。ああこれか、ブリジット日本語で言う、あの日本語で言うブリジット・フォンテーヌじゃなくて、なんか違う発音されて、ああフランス人はこうブリジット・フォンテーヌをこう発音するんだなとか思って、まあフランスギャルも好きだとか言ったら、まあギャル好きなんで。あのね、知らないと思うけど、実はあの二人そんなに仲良くなかったの知ってるとか言われて、あそうなんだ、やっぱ女同士のいろんなあの派閥争いがあったのかなとか思うんだけど、まあ俺としては単なるスケベなんで。ヌーパなんだっけ、ヌーパブジェン、ヌーパブジェン、パラマヤンブジェヌパブジェっていう、これはフランス語の歌詞らしいんだけど、俺は実はこの人はあのマリ共和国出身のサリフ・ケイタさんの曲で、これフランス語だよねってフランス語をちょっとだけ教えてくれた人に聞いたら、ああそうなんだ、ヌパブジェヌパブジェパラマヤンブジェヌパブジェって、このブージェっていうのはあのブルジョワって意味なのっていう、そのブルジョワや、ブルジョワはボージョワって、じゃあボジョレ・ヌーボーっていうのはどう発音するのっていうのを忘れたんだけど、ボジョレ・ヌーボーとブルジョワとブージョワはまた綴りと発音が違うらしいって、俺ちゃんと発音できてるかどうかは分かんないんだけど、サリフ・ケイタってアフリカのミュージシャンの、まあフランス統治だったからね、マリって、だからフランス語で歌ってるんだけど、あのフランス語で歌う人なんだけど、まあセネガルとかもフランス語なのかな、俺だからもう全然あのフランス語よく分かってないんだけど、ヌーパブジェヌーパブジェパラモヤンブジェっていう、どうでもいい話だ、フランスのあのスケベ話をしただけなんだけど、パラモヤンブジェヌーパブジェって、まあ大体俺としてはなんとなくイメージ的にどんなことを歌ってるかっていうのは分かるんだけど、ダーリン動かないでよっていうそんな歌じゃないかなっていう、英語にす日本語にすればね、動かないでダーリンとかいうそんな歌じゃないの、多分ね、分かんない、もしかしたら、ね、もう全然もう俺の推測と全然違うことを歌ってんのかな、分かんない、ヌーパブジェヌーパブジェで、thank you.
一番見ないで上手に流暢に弾けないから動画入ってるのであのグラサンしか残ってない、みんな壊された。フランス製のモーレル社のあの普通のメガネぶっ壊されて、朝目が覚めてたら枕元に置いてたのに、なんかフランスに恨みがあるやつがいたのかなっていうか、お前女振りまくりだろっていうか、振った覚えはないけどね、愛妻家なんでっていうの。Thank you.
ヌーパーブテバックで弾きますみたいな感じであんまり歌いながら弾くの苦手ってこれ難しいよね。何遍もやらないと弾けるまで何遍もやらないと一生弾けないからさ、俺もやっぱり弾けない時は何遍も繰り返して練習します。パラマヤンブテヌパブテの早弾きっていうか、こうあのヘビーメタルみたいなこうバーッと弾くこのタッピングで、こう日本語ではライトハンドって言うんだけど、英語ではライトハンドって言われるらしいな。タッピングっていうのかな、こういうの俺苦手なんだけど、実はあのアジトっていうか秘密基地にあのタムロしてたムッちゃんっていう友あの結構マブな友達がいて、その人はまあパンクス仲間でもどっちかいうとヘビーメタル派閥からこうスカウトされてパンクにやってきた人で、ギター上手な人だったんだけど、ものすごいタッピング上手だったよ。まあ再開できるかどうか疑問なんだけど、まあ江古田に未だに住んでるかどうかさえもわかんないっていう、また別のアパートに引っ越してそうだな。30何年もこう変わるとね、なんかすごいことやってて、こうなんかね、こうやってこうタッピングでこういうのがあるよ。俺あんまりタッピング上手じゃないからズルやっちゃうけど、こうやりながらこうなんかこうこっち側こう一回こうタッピングでプリングオンとハンマリングオンとオフをやるじゃん。でこれやりながらこっちの下の音をこうずらしていくるとかね。ずらしながらなんかアームも使うようなことも上手にやる人だったんだよね。だから俺ヘビーメタルスキルって全然ないから、あのすげえなあ、やっぱあのそういうの極めてる人ってすごいな。俺はなるべくクリーントーンで、まあ間違いのないように、あんまり早弾きはできないけど、間違いのないトーンさばきをこう一音一音、あんまり音符短い音符をたくさん早弾きできなくてもいいからっていう方にかなりそっちの方面に行ってしまったっていうね。クリントーンでもちゃんと弾けないのに、あんまり早弾きの練習ばっかりしても、実際クリントーンにした時に全然音が鳴ってないじゃんみたいな感じで、結構クリントーンの山本くんっていうイメージがギター仲間ではあるらしいっていう。だからあのディストーションとかオーバードライブとかをガンガンにかけて、まあ、オーバードライブ2段重ねとかディストーション2段重ねとかしちゃうと、あの早弾きのフレーズは意外と簡単に、簡単じゃないけどクリントンよりは弾きやすいんだけど、
でもあのクリントンにした時に同じフレーズ綺麗になってるかっていうとそうでもなかったりするんで、あのあんまり俺もディストーション2段重ねだったのね、ボスのオレンジのフィードバッカーってやつとディストーションフィードバッカーってやつとターボディストーション2段重ねだったけど、ほとんど歪ませないで、歪ませないっていうかレベルとか歪みとか歪ませすぎると結構周波数がこうバーッと広がっちゃうのね、歪むとね、あの音が大きくなるから周波数もそれに合わせて広がるんだけど、それでまあクリントーンというか、まあギターソロ弾いてない時のあのレベルと合わせるために調節すると、歪んでこう周波数広がってレベルを下げると広がったのがこうカットされて狭い周波数で広がった周波数になるから、こう歪んだ音っていうかガーンって音になる。まあそれ説明難しいかもしれないけど、ある程度歪みギターを分かると。で俺はあんまり歪ませないっていうか、多分他人が見てオーバードライブを2段重ねて、他人が聞いた感じでね、オーバードライブ2段重ねだったんだろうなって勝手に思ったらしくて、あの実はディストーション2段重ねでほとんど歪ませないで2個あの踏み分けてたっていうオーバードライブもとの当時持ってなかった。最初オーバードライブのエフェクター試しに楽器屋さんで弾いてみたら思ったほど歪まないからちょっとがっくりとか思って最近の若い人はオーバードライブ2段重ねでかっこいい音を出すからそっちでもよかったかなと思うんだけど、まあガヒンという音も出したかったんで、ちょっとディストーション2段重ねでめちゃくちゃ歪ませない、でトーンもかなり絞って太くしちゃったんだな太くしちゃったっていうか低音ばっかり強調するトーンにして鋭角的にしないで、ふくやらみのある音だったから、この音もしかしてオーバードライブ2段重ねかなって勝手に想像したらしい。ディストーションのあんまり歪ませないトーンを低い音にしたあの設定したオーバードライブ風サウンドだったっていう、ね、結構ヘビーメタルセッティングじゃんって言われるとそうかもしれないけど、そんなにヘビーメタルレコードも持ってないし、まあ友達ので聞いた演奏で聞いたかなみたいな程度なんで、実はそんなに詳しくないですめちゃくちゃ詳しくないよ、あのコアなあのメタルファンにとってはそれ結構初心者のアルバムだよねって言われるようなのしか持ってないんで、ど素人なんで早弾き苦手っていう。じゃあ失礼。